日南市の油津商店街に今年4月オープンした日南市子育て支援センターことこと。入館料無料で子育て中の人なら誰でも入ることができる施設です。こちらにある収穫体験のおもちゃ、世界に一つしかないことことオリジナルのおもちゃなんです。こちらに並べられている大型のおもちゃは日南名産の帯杉を使い、宮崎の特産品をモチーフにした特注のもの。さつまいもや金柑、日向夏の収穫を疑似体験できる仕掛けに、カツオや伊勢エビなどを釣り上げるおもちゃもあります。また飲食可能なスペースがあるのも子育てには嬉しいポイント。お菓子やお弁当を準備してゆっくりとことことでの時間を楽しむ親子が多いんです。おもちゃもですけど、ここでやっぱりね、同年代の子とか触れ合うのとかすごく楽しいもんね。おやつとかこうやって持ってくれると長い時間入れるから、みんな優しいのですごい助かってます。日南市子育て支援センターことことにはオープンから7ヶ月でおよそ2万5000人が訪れ、当初1年間で2万人としていた目標人数を大きく上回っています。市内外から土日はたくさん見えるので、先日はクルーズ船の外国の方も入られたので、どなたでもご利用できます。そんなことことの近く、油津商店街の中にある手作りパンの店三浦は46年続く老舗のパン屋さん。最近は親子連れが多く訪れます。やっぱりことことに行かれてからこっち のパンを買いに来ました。お腹が空いてますね。やっぱりね、ずっと遊んでたから。この店を経営する藤原さん夫妻は東京で洋菓子職人として働いていましたが、奥さんの実家の菓子店を夫婦で継ぐことになり、46年前日南へ帰郷しました。みんなが飽きないようなものを作り出そうと、なるべく努力して子供が喜ぶものを作りたいなっていうのは思ってますけどね。これだけ買いました。次々と売れていくパンの中でも46年前からあるのがフレンチバターとチョコパピロの2大人気商品です。こちら出来たてのフレンチバターいただきます。甘くない。すごく甘いと思ったんですよ、このクリーム。実はフレンチバターの中に挟んであるのはクリームではなくて、ホイップした有塩マーガリン。甘みは一切ありません。そのホイップマーガリンとパン生地のほのかな塩味に絶妙なハーモニーをもたらしているのが、上に乗せてある特製の甘いケーキ生地です。これ壊れてるから、これ食べてみますよ。いいんですか、うん、やったー、特権。上に乗ってる生地、いただきます。口の中で溶ける。口の中でほどけるケーキ生地はパンにのせる硬さとしてはギリッギリのバランス、扱うのがとても難しいほどだそうです。一方チョコパピロは黒糖を練り込んだパンにチョコクリームを挟んだもの。甘すぎないチョコクリームとしっとりとした食感に家族で虜になる人もいるそうです。まあ、一人一本じゃ足りないかなみたいな感じで、家族の人数かける2とかね、大量買いになりますよね。このほかアレルギー対応の卵、乳製品不使用のパンは品数も豊富。子供が食べやすいように小さな手のひらサイズのものが揃っています。またほとんどのパンが個包装になっているのは衛生面への配慮と食べやすさを考えた結果です。この袋が特注品なので、うん、このフレンチバターとチョコパピロは形の変えようがなく、40年ですよ。40年後の形ですよ。すごい。子育ての街として再生を目指す油津商店街の中で46年間美味しさを伝え続ける愛情いっぱいのパン屋さん。工夫を凝らしたパンで
油津の子育てに今日もエールを送ります。日南市役所スキー部、油津の子育てが好き、その2は子育て支援カフェ、レインボーカフェをご紹介します。お楽しみに。日南市役所スキー部。